はい、平の正門校にお参りに行きました。お父さんどうですか。はい、いい匂いがします。いい匂いしますか。はい、キャラメル焼きの味、匂い。いや、なんかお香の匂い。お香の匂いか。はい、あげみちゃんどうですか。あ、私はちょっとなんとなく肩が肩がなんか重いというか痛い感じが。関東の守り神なのに。なんでですかね。寒いからかもしれないんですけど。大丈夫ですよ。じゃあ行きましょうか。カエルが映ってるでしょ。あれがリストラ。生物がお供えしてあるのがすごい珍しいなって思いました。お供えだから結構参拝者多いみたいな。豪華なんですね。この新聞紙は何だろう、ね、なんだろうね。なんかいろんなものが映ってる。ちょっと 見てみるか。はい、いろいろあるんですか。天丼と天丼お刺身とぬか漬けと。え、マサカどこ天丼とか食べるんですか。生シラスもありました。生シラス。ブリーの刺身とか。マサカどこってブリー好きなんですか。カエルの数が増えてる。あっちにカエルの数が増えてる。ちっちゃい子だけど。あれ裏側の塔が崩れそうだから補充してるの。あんなの思えなかったよね。でかなりガチリつけてないともう崩れちゃうんだね。ああいうパイプは昔なかったもんね。珍しいね。